こう取られますね。この時にこれを逃げるじゃない、落とすことが大事ですね。そうするとこれ取れますからね。この時にですね、合格の急所を押さえる。で、ここで足を取る。それから取っていくわけですね。この今のこれ痛いから話しましたけど、これでもこれ投げるんですね。これが一本ですね。はい、はい、次にですね、これ上がってる場合ですね、こう引くことによってそれで待って、もうこれ飛ぶわけですね。それでこれで教えていて、これでいくわけですね。これでパーンと決めるわけですね。はい、次行きましょうね。はい、変化ですね、これががっちり押せる。首も取られちゃいます。首も取られちゃいます。手が効きませんね。こう行ってるんです。ダーッとこれで押せる。